じゃあ録画開始いたしました。本日6月4日高田の守り方ギルティギアエグザートリブ2の火曜ランダム343大会を始めていきたいと思います。招待というか A 番台だか A 番台スタートボタンを押して始めてください。まず1回戦アシャノさん、コントロールコーナーアクロマさんのチームとフィルサージャブゼロフィルさんのチーム、キャラムさんのディズニーです。先方戦はキャラムさんとアクロマさん、そして、1チーム、もう1チーム、3チーム総当たりなんで FAB さん、太郎さん、シャリアさんのチームが、待機です。さあ、キャロムさんのアグゼとアクロマさんのザート2杯すらノーマフィット、おっとちょっと怪しい、伸ばしてジャンピーまで2対1の形に持ち込みたいところだが、ゲージを残して2対1勝ち切る、消したかったけど、伸びるに持っていかれてしまう。一応ジャンケン、マイキー体力はまだ部分側が押されている状況ですが、画面端逃がしたくないですね。大丈夫大丈夫、結果はちゃんと受け止めておりますので、さあ橋へ、マイピーエースからのジャンハイ、タイミングでもジャンハイ出るのやっぱ早いですね、いいですね。あっしゃいからマイピーイエスドリルから中央追いづらい、ジャンプハイすらカウントが開い、ジャンピー、これはエリアルのつもりだったジャンプ D がカウンターヒットで、おいしい、ジャーナシェリア邪魔、おお、ここは逆転勝利、いい反応でした。話し相手が邪魔でしたね。さあ、タイムハイスラー、オプションで、ね、回る、K、ハイスラー、ジャンケー、S、そして回して、ラストアタック。分身ゲージの回復を待たずに攻めていきます。速攻をかけていきたい。まあ、話し相手作られるよりかはというところでした。さあ、ここで攻めつく時間も稼いだところでしたが、ここでディズニーの攻めがスタート、ブリッツが出ない、ブリッツの見た目がやべえなってところは、起き上がりニュートラルっていうやる気あんのかなって感じのモーションが見えてしまうこと、モーションでもないか、レバーを入れちゃうとね使えませんから、ただやっぱ分かりやすく失敗したなって感じになりますね。さあっと下段が通ってカットのアクラマさん、どこでいいっす、Here comes a daredevil. Who dares to enter the mayhem? See if he's got one. See versus Zatura. ビビってる？おじさんビビってる？ビビってる？やばいよね。テレサ怖いよ。震えてる震えてる、高いよね。マツコ、マツコの方がでかかった。ゴンちゃんのあの2打目超面白かったわ。あれフリーズするんだね、やっぱ人間、予想外のことが起きると。さあどうして、なんであの日あいまいなかったんだろう、マジ知ってほしかった、ちょっと私がいるじゃないとか言ってほしかった。マイションハイユースザチハイ、ダメ押し2K2 杯からデッドアングル、チャイソン S ピーク、ロマンマイハイブルーピークドライバーマイションハイ、あギルティギアで一番ムカつく瞬間と言っても過言ではない、個性的にダブルアップコンボミスの場合、ノーミルブールバッシュ、強く強気ダウンを取っていますからね。いるいるいる、ついて回して立ち合いエストリー回して伸ばしてくっついてと分身駆使して折り返します。2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3.
ちょっとやりすぎか、どうだった、いや重なってしまう、チャンス、足払いから置き攻め、下段回してダストアタック、ガーフのルート、リバーサルルータがダメ、汚い、おーうまい、無理つっかいしたからね、キングスタンド、うわーどうしようもない、勝ったのはクロマさんだと、私は私を、Here comes the daredevil. Who dares to enter the main? Chatter, chatter on the building. Genesis versus Zato. Get ready to roll. さてと、大将先鋒戦、テレサ大将ですね。さて、いやね、ちょっと気になって見てしまった、あ、そうやか、バックス取られたら変な時だ、画面欲しい、こんなが前ピータイク、ジャンプ系昔はすごく強かった、ジャンプ系だけでしょがりできるぐらい強かった、わー回り込みバースト対策になってますよ、プッシュ、あーテレサの真空ハードパラパラ、すげえな、ピー出た、しかしタイミングをずらして 2P に手回して、あ、ナイスさんだ、お疲れ様です、やばい、ハイが引っかかる、前に行くわ、ここ引いてダッシュ足払いを差し込む形になりました、日本選手はテレサ、大きく攻めスタート、天狗やられて前 P がちょっとこの後の指導次第が痛い、2回すらかなり振ってますが地上戦してるのなかなか当たらず、どう飛ばしていくか、回して下段を飛んで位置を入れ替えたい、前はいキャップ千里、厳しい画面走りスタート、じゃんけん引っ掛けてこのダメージ超減った、手投げを狙う両者、空中ダッシュ、なんで踏んで空投げを狙います、そして中央バーストガードが当たってる、これ美味しいですね、あーしかし伸びるより早く内側に突っ込んできました、テレサが勝利、どうでもいいならさっさと負けろ、あれさあどっちが殺すかを決める話し合いが終わり、ゴンちゃんがまず出てきますね、ビューティーギアつってんだろうな、ビューティーギアって何それ、あーはいはいはい、けどあれ地上波で一番ギルティーギアって言ったのはギルティー勢でゴンちゃんでしょ、多分一番の宣伝でしょ、あれギルティーギアエキザードレブ2って何回言ってんだこいつってぐらい言ってましたからね、よかったね、ハハ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 ハ、テレサが、お、うまいうまい、あーっと、しかし、あえてロマンキャンセルがレッタンクル、いや、こうなるときついぞ、なんとか逃げたい、バスを当てることに成功、クーマゲ、何をする、オキセミは、剣のスカセ、バースを使っていく、じゃあ、マジか、敵に溜まっている、何か一発当てれば勝ち、何か一発当てれば勝ち、あー、届かない、あー、これは寄せられる、ジャンプジャンプ、ああ久しぶりに、イエス、おゴーイングに甘えませんでしたね、あいいキック、あれ足払いなんてキックって言ったけど顔だな、あーやばいやばい、昔はなんか死体殴りするためだけにギルティやってたんじゃないかってぐらい死体殴りの処置がすごかったテレサですが、最近はちゃんとね落としたんですよ、あーやばい、ガメージ、
花火花火ブリッとさ、見て、これはむずいんじゃないの。え、なにこれ、どうなってんの。そういうこと、難しいね、今ね。池が通る、味見当たっている。ここを刻め、また頭を抱えてしまいそうだ。どっちだ、刺してドリルか、ドリルデッドアングル引きずっていきたいところですね。引きずってじゃねえ、逆だな。よく投げた、前ハイを投げています。あー、これはバスをちょっと怖かった。ジャイアンツ上海の場合空中投げワンチャンありますからね。さあ下にあるが、さあ若さあふれる前ハイ連打、何しろ場所が出ないか。ラッキーチャンピー、ここバスを打って空中戦、マリオが飛んで、あれ、ええ諦めちゃダメだと FAB さんが言ってます。ポンちゃんさあ最初ラウンド、これどうだ、組んだ、ウィズのテリュー、足上から溜めて、なちゃんに SS 激凛見て通していきます。あー、立ち合いとはゆうち大敗の突進力、画面8、空中ダッシュ、最初のジャンケン、あー、エース連打するの刺さって、あー、ジャンハイが強い、場所戦まあ、じゃあ、うわー、ジャンハイ、もう一発、ジャンハイ、いやー、マリオだ。天下の宝刀ジャンプエース。私の心情もお前と。Here comes the daredevil. Who dares to enter the main?さあ、あっという間に大将戦、あっという間ってほどでもないか。さあ、まずは距離を取ってためます。アッシャーナさんのベッドマンとデクサーファーストマッチ、しっかりとコンボになりますね。いいですねこれね。うおー、なんだ、着地を取ろうとしたっぽいのが気にしなかったって感じですかね。キャッポン、ダメージがいきたい、しのげるか、うわー、バースト、でもまだ大丈夫、キーブリッツ追いかけ、電車の間にはしかし変動激励で落として、マークも消して走り、きつい、ウェットバーストあー、ムカつくやつだよねこれ。爆笑でんだろ、その前にもう切れてたからやばいですね、これ。怒りのボルテージ上がると、やばいんじゃないか、画面足前に見てる。チャンディ落として。マイピー、よく見ている。4もあるでしょ、取る、マイハイ。フォーチューン PP、曲げていきます。飛びに引っ掛け、前ハイがつながる、ダウン落ちせずにそのまま、さあ空中ダッシュが鋭い、バースト待って、もう一発、さあバーストはここはしょうがない、カッターのテレシャム、すべてが予定通りの展開である、何の挑戦もなく、お前弱いよね。はい、一石不動ゲーよ。障害戦が厚すぎだろ。何、お前の木の流れ、子供の喧嘩みたいになってる。では連戦、アッシャナさんのチームと FMB さんのチーム、エヴァンバイです。いやー、バンルーがね、点入らない。え、何、
いや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 、なるほどね、裸の王様的なバーチャルポショムキンなるほど、クモの皮かぶってるだけなんですね。なるほど、すげえな、早いわ本当に、もう切り返しがさすがっす太郎さん。何も言ってない、確かにテレサがねそうか、もう令和かもう令和かとか言って変わる瞬間だけ騒いでね、まだ全然慣れないという。この間書いた書類編成って書いちゃったかも、思い出してやめえな、あれまあまあいっか、多分大丈夫だろさあ、アクロマさんだと、とシャリアンさんのファースト、こっちの皮をかぶった、そうだな、え違う、クモの皮をかぶった、こっちの皮、分かんねえな、ナノザノみたいになってる。さあ、シャリアさんのファーストです。カメゴさんと、助作を行うことになりました。お仕事忙しいみたいですが、頑張ってください。エペポンゲって言ってんのかな、エペポンゲってドラクエ7のあの腐った死体だっけ、あれあれエペポンゲなんですか。エースチャンフイン、元気です。壊してしっかりとこの影玉りを消してきますね。暗くさないと影玉り召喚されちゃいます。あーと返した、エンゲスさせて上げ、うわーとっとって、しかしハンマー大量投げてジャンプ攻撃は、じゃあ引っ掛けた、最後はよくかじゃない。さあ第2ラウンドスタート、演技ですね、させていきます。上げて落とします、ゲージの回収もバッチリ。このファーストの演技ベース連打してるときは超気持ちいい。ボンゲ足ダッシュめった、うわーでかいの出た、時間稼ぐだけさすがに不利じゃねえかうわーこれはもう無理っぽい、めった切り投げ返さないのが正解だったのか、あれどうしろってんだダムドファンクか、ダムドファンクでもなんか安そうだな。あの大阪さんのブラックホールに吸い込まれた超メテオがやばすぎてななんでブラックホールで一回受けるんだろうメテオはでかいの小さいのと連続で出していきます。金のホッパー、いやーかすった、痛すぎる、ファーストも若干動きづらい。ジャンプリをマーク後ろからさせていきます。着地の時にね、正面から落とすんじゃなくて相手の裏側に回って攻撃届かないところから殴ってあげるのが非常に強力なんですね。落とし、エース、シンダスクからのレイジャーブ、2系からジャンディー崩してしゃがみハイスラまで、まず1本はシャナベットマン、やはり捕まえちゃうと一気にいきますね。うまい、確認していく、レイジャーブがあるってここは距離を取ります。先ほどから攻撃判定の強力なジャンプディー打っているんですけど、前歩きでうまいほど後ろから殴っています。さっきつかる、さあここでヒットをよく見ていました、前に出ます。いやいいアイデア、めっちゃ出る、アイコも出る、ダッシュマイフィーガロン SP 透かしてチャンヘイを当たらず、チャン S これバーストグー投げから中下、まず中段ポッピングで逃げます、ジャンディジャンディと、うわー届いている、ジャンハイスカス形になってジャンハイハイサラと戻しました。勝ったのは足場さんのベッドマンです。
あ、1点入った。よし。Here comes the daredevil. Who dares to enter the mayhem?え、星向き、いやすごいですね。あ、星田さんは至高の星向き、やべえな。究極の星向き、これ絶対この、え、スタイリッシュモード、いやいやいや、まさかここで美味しんぼ的な感じになるとは。あー、本物のポチョムキンを見せてあげますよみたいな。あー、これがポチョムキンだ。これもね、バータイ、バータイじゃねえや、本部への対策ですね。いいバーストです。ポチョムキン最終形態、空も飛べる。さあ投げて、押してないユーザーやばすぎですよ。うわー、なんだこれ、ポチョムキンすげえな。ラスト1、2、3、ほいほいほいと前行け、ボール戻して真剣ジャンジャンハイ、でかい球出しています。いやー、科学の進化はすまさまじいですね。強いと見合わせ、立ち合い、いいタスク、ダメージ。おお、よくガードしてますね。結構すぐ、あー、投げていく、落として、そう、いいわー、耐えて、そのまま、そもそも耐える必要なかった、勝って、おっ、ぽいなー、真剣。あー、だからやはりこれは待っていた、寄ったー、ブリッチャージ、ラストからのハイスラ、ハイスラ、これバッタリ勝ってそう、怖い、足回りしっかりやっていきます。ふう投げ、三連勝怖い、三連勝怖い、三連勝怖いが、しっかりと刻んでいけ、なんで崩します。音が聞こえてくる気のせいだと。さあ、島田さん、あ、怖いですよね、向こうから3000勝回してる音が聞こえてくると。さあ、助け落として奥攻めは、あー、ちょっと重ならない、チャンピから、チャンピ、ナイス、パッチャイ、アベス、しダッシュのゲーム、これ見ますね。はい、やる、さあ、ダーストガード、ハハハハ、カチカチなってんじゃねえやと、切れている、やばすぎる。おじさんとかもバーストのタイミングでバーストのカチカチやめろって、やばい、あー、引き寄せられてこれはどうにか、あ、じゃあ、はい、ダウンゲット、ダーストが通る、イエス、まずグダウンめくり、リピーを押していた。最後はブリッツ誘っての下段攻撃、勝ったのはシャノベットマン。やばいですね、向こうはかなり音をね頼りに連携組み立ててましたから、やばいですね、5回をフルに、やばすぎる。え、あ、目見てないってことですか、それ、盲目ってな、やばい。じゃあ、お師匠さんが、あ、視力悪い系だ、なるほど、まさかけど、なんかね、銭湯とか行った時とかね、本当にメガネ外してよくお風呂入れるなんて、全く見えないとか言ってますからね、大体の雰囲気でやるみたいですからね。さあ、家とかも目疲れちゃいますからね、かなり視力大事なのかなと思いますが、さあ、ポチョムキン2連続、皆さんの視力がどうにかなっていう方です。なんで今のスクッとな、上海この組むダッシュ、あ、組むじゃねえ、あ、ポチョ、あれ、どっちだ、組むで、ポチョ、ポチョです。うん、いや、それ最近なんかすごい足山さんが苦戦してるイメージがあります。マホールバースト待って、ちょっと声がしっかりと当ててきます。
あ、マイケが当たっちゃう。まず1本 FAB 5勝負金。さあまず、うわーハトホール、うお、EP は着地前でしたね。ほえーペガフィスト EP、EP、2K 足前から EP、イエス。ここはイエスに対して直下で待ってきます。ボールじゃねえ、わーやばい。着地前はなんでしょうか。ハメだ、え、当たってる。あ、ちょっとバタバタして、ピータスク5勝タイム。はい、マイケミスって、どうした。しばらで勝ちだけで出すと逃げる、もうゲージがない、ケツ浮いています。勝ったのは FAB ボジョーキン。えガフだろうってスラヘイ衝撃した、あえて食らった。いや逆にほらタイミングずれてたから、今日は直接対決はテレサが勝ってるからかなりね上から来られて辛いでしょう。仲良くしなさい。さあ行きましょう、ゴンちゃん。Heaven or Hell Duel 至高のポチョムキン対ゴンサブローファースト。なんか大阪さんを思い出すかのような動きですが、ちょっと端を背負っちゃってますね。おっと、でかい、こけてシュナー、お、なんか大阪さんっぽい。いいフォロー。あー、バースト、いやー、噛み合っていない。これは対空ちょっと悩みません、うまい。ジャンプリーを読んでしっかり空中ガード、はいはい、ワガード上りジャンプ系が F 式になります。うまい、だいぶ硬い。崩せるか、まずはゲージを 50% 下段で崩します。画面端、あ、やべ、あーっとないバーストを使ってジャンハイ、マイケが届けば死にそうですが、ここはちょっと届かない。ヒートはブリッツ、2杯すらいい判断。おーっと、しっかりとコンボ選択完璧です。仕事終わった後はちゃんと、ね、最大決めないとお医者さんに怒られるやつになってね、コンプレンションした回がありました。すげえの出たな。さあ集団続かないが、メガフィストパシピー、OK、ヒートではなくそのままハンドホールで進みます。いやっと、ここはブレーキに刺さったか、違うな、ごまかすか、ウ先生を吹っ飛ばしてからの 2K、パシャイ、これはパスされる、やばい。ぴょんぴょんと飛んで、俺の真似すんな、みたいな。どっちかというと大阪さんに近い。あー、しかし、冷静でした。ゲージ悪い。メガフィスト。TK、ハインスラ、ジャンエス、ジャンピー、ヘッドアングル。これは耐えて、黄色。空中立ち合い、前に来る、スラヘは前ジャンプ、花味見、ゴーイング、ダウンウイチからバックセット、捉えた、バーストはたまらないでしょう。勝ったのはゴンザブローファースト、3対2。またお会いしましょう。バウバウウィンウィンストレイト。じゃあ最後の試合です。 FMB さんのチームとテレサチーム。ちなみに FMB さんのチームが勝った場合はみんな優勝になります。 3-0、3-1 だったら優勝かな。得失点が結構大事。いや分かりませんよ、それはダメです、それはランダム大会でそれはダメです。まあ
直接対決だったらみたいなことはあるんですけど、今日はねみんな並んでっから、それでいいんです。まあ頑張って。ゲームオーバー。Guilty Gear Exar Rev 2 さあ行きましょう。お疲れ様です。ミカドの部品やべえな。さあ、最終戦、フェイビーさん、太郎さん、シャリアさんのチームとテレサ、ゼロフィルさん、キャラブさんです。リング戦の戦況はシャリアさんとキャラブさん、今日3チーム総当たり、これが最後の試合となります。3対2で全チーム並んでいるんですが、テレサチームが勝てば、前戦全勝利の優勝となりますが、その場合は全員優勝にします。なんせめてじゃんけん、もう格ゲーの大会いらないよねみたいなね、もう腕相撲にしよう。ダメだ、 腕相撲はダメだ、腕相撲はダメだ、テレサが勝っちゃえ、指相撲にしよう、配信しよう。カメラが相当面白いことになりそうですな。あー、3人並んでるんで、確かにありましたね。あー、また来てー、ずるいずるいずるい。見て、これまあそう、上海これちょっと出したんか、画面端、焼き魚、ジャンケー、足が長い。ライバー、メンテル邪魔して、エース、あと一発、上海、エースが怖い、危ねえ。空中戦、ゴーイングもやだし、これはハンマーも無理、これ多分1刺さっています。もうちょっと遅ければ多分2使ってたかな、勝つか、総裁するか。おお、うまい。いやー、しっかりとエリアで黒ミントながらも大ダメージをゲット。さらに端ドリル、足からいくな、きつい。おー、当たっちゃった、前ビ、いやー、ハンマー、痛え。黒毛、落ち目に行きたいが、まずはとりあえず捕まえるところから。ナイスパッティン、そしてドリル、エンゲス、ジャンケー、足払い、ロマンキャンセル、上から来てバースト、黒毛諦めませんね、素晴らしい。あ、さすがにここはね、ハイスラバになってる打ってたかもしれない。あ、つながって、飲み出し、おー、話し相手が犠牲になっています。上か、横か、うわー、泡が破裂、しかし最後は投げをこすっていました。これが強いんだよ、フェイス、シャリオさん勝利です。うわー、得点じゃねえかー。中田また打ったんですか、もう勘弁してよ、もう。いやー、中田に今日3得点か、いやー、まあ、しゃーない、しゃーない、さっきの回点取っといてよかった、危ねえ危ねえ。そう、全部ホームランです。あ、大引きのタイムリー、大引きのね、坂口がタイムリーかな。ブリオさん、ホークスは今どうなんですか。あ、勝ってますか。確かに。さあ、ちょっと野球トークをブリオさんとしたところで、ゼロフィルさんが出てきます。カフ、うまくガフのタイム、マジ面白いから。さあ、ゼロフィルさん、最初の試合の第1ラウンド、めちゃくちゃいい動き、そして第2ラウンドはブルボッシュ、ちょっと狙いすぎたかなとかはあったんですけども、非常に太いステーマタクシー狙い続けておりました。まずね、ラウンド取ってきたところなんですが、パスどうなんでしょうね、あんま見ない、そもそも本当にシーンが少ないから全然わからない。蹴っ飛ばして、ボールドクレーン、暴れていた、着地を取ろうとした動きだったんでしょうか。タイミング、着地タイミングをボールドクレーンでずらしてダメージを与えています。はい、パス、うわーと投げている。そしてカロリーゲージもチョコレートで回復すると言っても、うわ、マイク踏んだけど拾えないですね、軸がそこにない。あー、お腹へ、お、優しい、優しくタッチでジャンプエース、
さあダイナンド、さあここはジャンプリーガードしてめくりガードして、ここはバスアタックの無敵で避けるとかそういうところもありますが、これちょっと反応間に合わせる、これ有名これ繋がんないな、前入る細い切れピーク、じゃんけん、タッチピー、ドリル、ダッシュ前ピー出して、前ピーを打ち返します。上半身の敵、伸ばして、ダメ押し。ヒールキャンセル、しかし上からチームが来るので、エンジンが取れませんでした。いやー、テイクピークがそういうのが当たって、後ろ、エンジンがちょっと打ちづらいですね。あー邪魔、めちゃくちゃ邪魔。ピーク、ロマンキャンセル、マイハイが届かなーいが、しばらくここは持続、拾えそうで、ちょっと微妙な距離、うわい、足したが、ボールかけて、はい、レレレ、ジャンファイ、走って、暴れ潰し、ダッシュマイフィー。すげえ当たりましたな、引き寄せられ、ダーストアック、2回目返していきます。シャリアさんも物を投げガードすると飛んでってしまいますが、あれ手を出してダメなかった、ジャンピー、タッチピー、イエス、先ほどのめくり逆に難しいな今、さあ爆発に巻き込まそうよというところですが、2K、タッチファイ、装填、ゴーイングダウンからのタッチ K、吹っ飛ばして引き寄せられている、逃げますね、これちょっと橋寄せはしたい、あー引き寄せで橋を、あーどうなる、中継かなというのがドリルで暴れ潰しとなりました。勝ったのはシャリアさんのファーストです。過信満身身勝手な攻撃、そうですね、この世の希望つってやばいですね、お城さんが魔王サイドみたいになってます。さあメルサ対シャリアさんです。まだ分かりませんよこれは。あれけどすごく流れはいい、テリサを動かさなければキャッシュ狙い、たまにタッチケが、いやジャンケいい判断だ、見てさあ怪しくなってきた、激に持てない、おい大丈夫か、自分が守る、あ、上海ドリル、エンゲス、ロマンキャンセル、さあ僕デッパンゲルゲージを吐きました、すんげー高い声になって巻き込みます、またしても、おーここは難しい判断だ、はい、黄色か、空投げ溜めてナイスバッティング、アボで爆弾逃げれるか、あと一発タッチケース、アリアファーストリーチやばいですね、日頃の行いが、チャハイ、あー空中戦どこだったんだ、うわー強すぎる、いやチャハイ、ちょっと空中戦でダメージ取られすぎてしまった、前ハイから激凛崩して覚醒、しっかりと最終章決めます、1日2、さあ走れを蹴りますが、その上からうわー、トップマイズが難しい、空中投げ狙ったんですが、ダウンタイムの判定、溜めて細かく刻んで前ハイスラー割り潰し、見よってしまう、そのままコンボでバーストを覚醒、しっかりと殺しに成功しました、勝ったのテルさん。そうですね、もうシャリアさんとハイタッチされる気満々だったドリオさんとはそうですが、さあここであれですね、太郎さんが勝てば 3-1 となるわけで、キャラ違う、嘘つけよ、
虚無って書いてあるんだけど、なんかまあある人によってはポチョムキンに見えるらしいです。うん、さあどうでしょう。攻められると結構きついんで、立ち回りでやっぱ捕まえていきたいですね、ハローさんとしても。やった、おっと、おー、画面端、エイパじゃないこれ。あ、そう確かに。あー、しかし悲しい。いや、レフィーが、あはは、潰れても潰れても気持ちで負けるな。ミハイスラ、足笑い、下段、ゲージ状況がちょっと悪すぎる。爆戦フリップ、溜めて、タッピングアピルサー、2回ヒーロー、ああ、ポチュが出なかったっぽい。そして奥攻めスタート、バネスカイを避け、剣道よく打ちました。しっかりとこれはクリーンヒットを成功させない。中間から、うわー、2敗、オブネー、さすがに端々は難しかった。もうそのまま S 内で落としちゃうしかなかったかもしれないですね。今もしくはダッシュ神経とかあるんですかね。ミス、2枚、これバスト、ジャンピー、前剣、ゆうやりとバックステップに空中足が刺さります。わかんない、剣道最終的に裏から来て表に落ちる気がします。さあ空中ダッシュ刺さって100歩、2Pを潰し、友人から100歩1000人、これバースト当たらず、あったのはフィレサー、3対2、あ、ごめんなさい、3対2じゃねえや、先方中堅戦、大将中堅戦でごめんなさい、大将戦だからダメだ、頭を押して上の勝利数表示をそのまま読んでしまった。さあこちらの試合、テレサが勝つと優勝ですが、 FAB さんが勝った場合は、特殊って並ぶので、指相撲か腕相撲かじゃんけんの、じゃんけんがいいっつってるんですよね。じゃんけんとか普通じゃん。よしよし、いいぞ、あ、いいぞ。これは画面は、これハメパターンですかね。あー、ハメだ。さすがこのラウンドはバースト使わないか。あっ、ずるいっすねこれ。あー、悪い人ですね。トゥーリオさんはもう食らい慣れてるんで、今の状況はもう完全に分かっていると思うんですね。さあ、クラッ、おっ、バスを取って、チャンハイ、前ハイ、ジャッコスラヘ、さあどうした、あー、まさ2攻めだ、うわー、終わりです、お疲れ様でした。勝ったのは FAB ポチョムキン。おかしい。どうしましょうかね。その細身で私と渡り合うと、飛行術とやらに失敗するか。そうなんですよ、全員3対2なんで、いや時間かかるでしょこれ。一斉の全優勝がいい。 FAB さんやっぱこのまま気持ちよく終わりたいそうです。じゃあどうすかな。じゃあゴンザブローじゃんけんすっか。ゴンザブローくんじゃんけんに勝った人が優勝にしましょう。ちょっと待ってね。あ、けどダメだな、それじゃカメラ映えしないな。どうしようかな、もう普通に3人でじゃんけんしようか。じゃんけんならそんな悔しくないっしょ。いや、最初は行為にしましょう。待て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 、ミカドルールだから、これちょっとちゃんとしっかり俺のルールに従ってもらえると困ります。いやいや大丈夫、ちょっと待ってください。何の絵だよこれマジ。え、ちょっと待ってちょっと待って、ね、もうちょっと顔ここな。さて、いや、ちょっと待って、3人でじゃんけんがいいよ。3人、足穴さんと、あ、ゴンちゃんでいいの、ゴンちゃんね、よし、じゃあちょっと待って、さ、
じゃんけん自信ない、俺もわかる。あ、いいんですか、ちょっとね、そこに手出して、みんな顔が、顔は映ってないです。こんな感じして、あ、いい感じ、いい感じ。あ、ちょ、もうちょっと、もうちょっと後ろ行くか、奥行くといいかも。行きますよ。まさかまさかの、いや、待てろ、お前、お前。ダメだと、お前、やめろ。俺以外が最初役って言うんじゃない。俺が審判だから。いや、一先に決まってんだろ、お前。ちょっと最近の e スポーツの話題に乗っかったかのような決勝戦でいきますよ。最初はグー、じゃんけん、はい。おお、あいこかよ、強えな。グー出したら終わってた。いや読み合いが強い。ちょっとテレさん面白いから、テレさんちょっと寄せっか。グーだそうだ、ちょっとね、腹しか映ってないけど。じゃあ、いきますよ。最初はグー、じゃんけん、ほい。あーすげー、2回目優勝はテレサジャムゼロフィルシンキャラモディズニーチームとなります。おめでとうございます。処理だったね、やばい、ワンパンだった。テレサに変わって、確かに確かに。いや、泣きの一先やる。いや、優勝優勝。なんか FAB さんが終わらせようとしたときは絶対に許せなかったね。自分がじゃんけんで勝った瞬間、もうよしよし、優勝終わり終わりっつって。いやー、そんなわけでね、本日謎の場外戦も最後までお送りいたしました。本日ランダム 3-on-3 大会、まあ、最後まで楽しくやれたんでよかったと思います。優勝チームは改めましてテレサジャムゼロヒロシンキャラモディズニーチームになりました。おめでとうございます。決まり手はじゃんけんのグーです。お疲れ様でした。確かにギルティじゃないから、純粋に応援ができたというトリオさんとかコメントでした。ありがとうございました。